観光客や歩き遍路の人たちに気持ちよく通行してもらおうと、四万十町の小学生たちが国道沿いの公園に花を植えました。四万十町下呉寺国道56号沿いにある水辺の公園にやってきたのは、影野小学校の子どもたちです。影野小学校は観光客やお遍路さんたちに気持ちよく通行してもらおうと、中村河川国道事務所と協力して通学路にもなっている国道沿いに花を植える活動を続けています。児童たちは葉に模様が入ったコリウスと真っ赤なサルビアの苗合わせて110ポットを花壇に植えていきました。大きくなってほしい、楽しかったです。綺麗に花になったらいいです。ここからは大人と子どもの連携作業。近くの川からバケツに汲んだ水をずらっと並んだ児童たちが手渡しのバケツリレーで花壇に運びます。そして道路の美化活動などを行っている霧の町クラブの会員やボランティアの女性たちが水をかけていきました。植えられた苗は暑さに強い品種だといい、しばらくの間国道に彩りを添えます。